よし、来た。さっきまで全然通信速度上がらなかったのが、規制だとするとまたすぐでも遅くなりますね。今のところ大丈夫なはず。桜咲いてますね。うん、桜咲いてます。ほら、そこ、そのあたり、しびれ湖と桜、ちょうど今しびれ湖的には桜の時期なんですね。しびれ湖的には。じゃあちょっとここから食い物持って歩いていって、しびれ湖見てから昼飯食うか。昼、桜生中継、ちょっと遅めですけどね。ポタファイ持って。今腹鳴った？ん？いや、私は鳴ってないですけど。腹は今、腹減ったって感じともちょっと違うんですけどね。でも減ってるはず。これでやっと仕事に行ける。仕事に行ってらっしゃいませ。今から昼飯か。今からです。きつかったな。大した登りじゃないはずなのに。もう14時ですよ。14時です。でも私は15時に着くと思ってたんで、予想よりは早かった。スワンボートとかあるな。お一人ですか？お一人です。あそこは店じゃなくてボート乗り場だけか。いや、食事もやってんじゃないかな。やってないか。うん、桜です。ヒール履いてるの？ん？ヒール履いてないですが、SPD 靴なんで、普通の靴よりは少しだけ歩きにくいです。部屋にこもってニコ動を見る簡単なお仕事。仕事。画質が戻った。うん、通信速度が回復しました。お、観光地っぽい。観光地ですね。思ったよりもかなり観光地。スワンボート、わら。そうそう、待ってて、周りが静かだから人に聞こえるの、こりゃ。まだ桜咲いてんだな。そこはちょうどいい時期ですね。観光地ですね。一人でボート漕ぐの？一人でボートは漕がないです。もう体力全く残ってない。綺麗ですね。両備連湖到着。シビレ湖到着です。相模湖のスワンに男2人で乗ったことがありますけど、ね、スピーカーの音がみんな聞こえる。それはなんか割と自虐的な。そう、聞こえてますよ今。なんでちょっとどうしようかな。この車のやめ方、アクセルとブレーキを踏み間違えてフラグ。男なら黙ってスワンボート。ちょっと今マイク少し離れます。味噌汁はない。で出してます。お疲れ様でした。ん？何が出そう？汁物、お茶しかないんですよ。よいしょ。ん？何と比べると、山中か。山中かはちょっと別というか、なんていうかな、梅宮達夫ですよね。何がいい？そう、今から注油します。よし。
何パスタ？ああ、そうですね。今回特に持ってこなかったんですよ。まあ人と同行してるから一人だけ料理してるのもなっていうのと、峠、結構峠ばっかりなんで、時間的にまあやってる時間ないだろうなというのもあったんですよ。日が差すと、今はまあまあ差してますよ。2時間ぐらい寝たいな。お食事は、ああ、逆光かな。といっても湖に向けときたいですよね。じゃあオートフォーカスオンにして、久しぶりなのオートフォーカスとか使うのはキャンプ地と、そう、味玉が入ってるんですよ。熱量442キロカロリー。お客さんは見てる範囲だけで40人ぐらいいるかな。40人ぐらいだと思います。安い、相性。お預けしてたのに。場所はかなりいいですね。といっても本当は景色的にはこうやって上向けたりした方がまだ、あまり見えないな。何すぎる。PC に桜の花びらが。辛辣。 じゃあいただきましょうか。よいしょ。露出。そっか。どうかな。あんまり真っ暗だとあれだから。くしゃみ出なかった。 こっち向けた方がいいかな。直線の祈り。こっちの方が見えるか。ちょっと湖見えなくなりますけど、この方がまだマシですね。こんな感じかな。じゃあこれでいただきます。ありありあり。電波。明日も楽しみなんですよ。で、これはどうやって食えばいいんだ？そう、イメージだけで。アリが。よいしょ。今頃飯ですか？人のこと言うんけど。だいぶ崩れてんな。形がちょっと。三花。炭水化物的にはそんなにないけど、あとパンもありますからね。愛情が。あなたの人だ。いただきます。いただきます。唐揚げと卵焼きと、コロッケも入ってます。カレーコロッケ。あとこれ、ピントが合ってるかどうか全然見えない。容赦なし。情け容赦なしね。いただきます。桜が咲くから結構乗ってくるんで。やっぱ腹減ってたのうまいな。ウインナーですね。ウインナーらしくない。ウインナーですからね。ウィーン。唐揚げ。何でもうまいです。思ったより塩味の、おにぎり塩味がついてます。
一応はもう溢れてますね。うん、乗りになるですね。唐揚げローソン。たくあん。うん。うん。うん。弁当配信そうですか。黙々と市場男が飯食ってるだけですけど。うん。充実。うん。私的にはかなり充実してますよ。あ、いろいろ走って。あ、HP ありがとうございます。うん。あれなかった。これはローソンじゃなくて、あれ、ファミマです。うん。将棋配信はそうですね、盛り上がるんですけどね。うん。美味しいのは原始時代の、どうなんだろう。あれ今の、料理配信。料理って言えるんですかね、あれは。ファミチキは一応これ、ファミマのチキンだから、ファミチキ相当になるんじゃないかな。私ファミチキ食ったことないんですよ。ファミキチ、うん、なんであんな盛り上がるんですかね。あれは料理配信自体が盛り上がる要素があるのかな、うん、あと菓子パンも1個あるんでそれも食ってしまおうと思ってます。うん、あっちも綺麗だな。結構好き。このジャージは持ってきましたんですけどね。なかなかいい。飛行士。景色いいですね。そう、運動して。ただ今日予想外に辛かった。もともとの予定よりもだいぶ辛かった。ここまで辛い予定ではなかったのに。そう、私は突如できない場所によく行くことありますね。ロート配信は、いや、もうこのまますぐ降ります。で、走るの嫌になったらそこからもうリンクをして、雰囲気がやたらうまく感じる。おにぎりは私は、米がツルツルピカピカしてるよりも、若干表面が白くて、歯触りが、歯に、なんていうのかな、歯の上で滑らない感じが好きなんですよね。なぜかそういうやつの方が甘く感じる。ハトさん、昨日お帰りになりました。空気が、そろそろじゃあ昼寝。あ、そう、今ここどうなんだろう。ちょっと iPhone で見てみましょうか。スワンがそうかな。今ここで、あ、カレーコロッケうまい。ちょっと今ここ送信4321。ダメだ。やっぱり今ここ繋ごうとすると落ちますね。マイスワン、あ、スワンボートですか。マイスワンは特にな。あのスワンボートってなんか視覚的なものいるんですかね。でもみんな乗ってるわけだから免許はないですよね。でもなんかジョークでスワンボートの船舶免許とか発行してるとかありそうだ。粘り気の多い、粘り気っていうかどちらかっていうと炊飯器の中で一晩寝かせた感じのご飯が、コンビニ、いや、それ結構やってますよ。毎回それ近い粘り気か。なんか表面がザラザラじゃないけど、米がツルツルしてない感じの方が、あれ、これはバイブ宮殿できてんのかな。固め、ああ。
これは充電できてるのかな、 PC の方。大丈夫かな。なんか変な LED が点滅してて変な状態。あ、充電中と充電中じゃない状態が1秒ごとに切り替わってる。なんだっけこれ。ちょっと怖いから一旦切るか。 90% 前後のところなんかこう上下してましたね。すごいよ。またそう下っていくと電波悪いんですよね。あ、切り際の、抜いた瞬間に充電が、なんだろう、熱かな。もう一遍伝えてみる。やっぱりなんか充電ん、あり、あ、あり、こいつですか。というわけでいつもあのおかずご飯バランスの調整ミスってだいたいおかずが余る。あり、ちょっと怖いなこれ。バリバリ、あ、割り箸、そうそう。割り箸割り失敗しました。確かこれ先っちょの方を持って割るとうまく割れるんでしたっけ。目見ますよ仕事中とかも。2回。アリは何だろうな、蟻酸だから酸っぱいんじゃないかな。アリはあのアリ入りブルーチーズとかありましたよね確か。あれはアリだったっけ。仕事、そうですね。でも仕事中もたまに意識失ってるからな。あ、そうそう、この間仕事中にツイートしようと思ってやめたんですけど、あ、今日3回目ですよ。ありがとうございます。あの甘い仕事中に一瞬意識失った瞬間にですね、妙なあの光景の夢を見たんですよ。あの周り一面が炊きたてのご飯なんですよ。炊きたてのご飯で、そこに我々が立ってるんですよ。なんか踏んでるところの描写はなかったんで、うまいことそのなんかご飯汚さない靴かなんか履いてたかもしれないんですけどね。で自分含めて何人かがそのご飯の上に立ってて、で少し高いところになんか女の子がいて、で女の子が漬物を投げてくるんですよ。で我々はお茶碗と箸を持ってて、その漬物を受け取ってご飯を食べるという、ものすごいシュールな夢見たんですよね。その夢を見る心当たりないんですけど、見てずっと寝たらさすがに言われるでしょうけどね。夢の話わかるのかよ本当に。サンズの川、あーちょっと中で、あやっと、あーコロッケうまい。じゃあとどめ、夢の神様、恐怖症か。魂はどうなんだろうあれ。見てみたい。なんかご飯と漬物食う夢ではあったんですよね。一応食べ物系の夢なのかな。でツイッターの140字でそれを表現するのがめんどくさかったんで難しいんで、あらと、あ、デザート、そうそうそう、スキャットマンって誰。本当に蒸しパンですよこれは。プッチンプリンパンです。
卵パン、あ、蒸しパンですかね。うわ、ちょっと桜の花びら落ちてきすぎ。あ、最後の延長か。うん、本当だ、録画時間もぴったり5分30秒。あの GoPro の前の液晶に録画時間が出てます。うん、甘いものが美味しい。でもさっきのカレーコロッケが一番うまかったな。うん、やっぱりね、うん、違うと言われるんですけど自覚はないです。あんまり花火が見えない。うん、チューリップじゃないんです。よし、うん、いや、清掃というか、なんか漬物持ってて投げつけてくるんですよ。充電器じゃないです。虫が、うん、そうですね、あの過剰に嫌うっていう、私がそうでありたくはないなと思うような嫌い方しますよね、皆さん。どんだけ自分基準なんだろう、今の表現は。でもなんか理屈で言ったらそんなに嫌う必要ないだろうというふうに思うんですけど、なぜ気持ち悪いかって、気持ち悪いから気持ち悪いんだっていう感覚ですよね、あれは。こっちも、いや、あの時うるしまいでした、夢の中で見たのは。うん、女の子どうだろう、うーん、どうだろう、20歳前後ぐらいだったかな、よく覚えてない。そう、漬物とご飯の印象が強すぎてよく覚えてない。よし、虫もそうそう、まあ、生き物だったら全部可愛がるべきかとは思わないけど、なんか過剰に怖がったり嫌ったりするのがそんな必要ないのになと思いますね。まあ、生理的にどうっていうのは分かるけどな。花火は見えました。妹さんは出てきたことはほぼないですね。よし、じゃあヘルメットかぶっていきますか。あー、でもどっかで昼寝とかしときたいかな、どうかな。釣り合ってるな、あっちの方は。昼寝がこの頭の重い感じは昼寝で治るかな。タバコはですね、高校か中学校の頃、親戚で集まった時に、なんか、いや待って、こんなこと暴露したら、その親戚のいとこにも迷惑かかる可能性があるからやめとこう。まあ、いとこが、うん、やめとこう。どこから、うん、甲府まで行きたいんですけど、うん、そこまで行くのめんどくさいなというのがあって。とりあえず身延線に一旦下ります。こうして、やばいな。あれ、いとこです、いらっしゃいませ。CPU、 あ、充電ちゃんとできるようになった。 CPU はですね、乗ってきます。何ですかそれ、何メーターですか。 CPU はですね、50前後ぐらい、そんなに今深く高くないです、この FMLE の状態でも。
ただこれをですね、解像度変えるとむちゃくちゃ上がるんですよ。踏んでください。あ、なんかなんだっけ、稲葉の白ウサギの、稲葉の白ウサギの、うわ、なんだこれ、あのワニというかサメの背中に乗っていく話がありましたね。踏んでくださいで言うと、うん、桜です。これだと逆光ならずにちゃんと見えてますかね。綺麗。ロボさんが充電中の時はパソコンは充電できない仕様か。充電できない、どうしようかな。ここから先下るともう電波またないんですよね。一面花びらだらけです。やっと睡眠時間足りてるはずなのにな。桜見でももう終わっちゃいますね。まあ年というか多分普段走ってないからですね。だって年齢的に言ったら50代でも60代でもはるかに走ってる人いるわけですから、単純に年齢で一概には言えないと思う、うん、あと子供たちが釣りしてます。なんかあのいかにもそれっぽく釣り竿引っ張ってるけど、あれはどうなんだろう。しびれクラゲ、塩飴さんは頑張ってるよ、うん、塩飴さんは、あ、塩飴さん私ツイッターとか知らないんですけどね。46、湖でひと眠りしてください、わらわら。ロボさんは放電量が多いのかな。放電量ですか。やっと休みは家でゴロゴロがいいですよ。ゴロゴロですか。私はそれやるともう超負けた気分です。私80代70代のサイクリング仲間がいます。もう帰ろうよ。うん、そうですよね。こんな天気いいと外出したくなる。ここって川とつながってないから魚いないと思うけど、魚いない。イカ役ゴロゴロは甘え、週に1回10キロ以上走らないと筋肉衰えるよ。一周しよう。本当に 2,3 週間ずっと走ってないですからね。うわぁ、一周ってこれ道ないんじゃないですか。多分ないんじゃないのかな。地図には、今日暑いから上半身裸でこれから走ってきます。裸で、でも裸で涼しいかって言われると そんなでもないですよね。来てても、スワンボートで一緒ですか。全然道乗ってない。これから飛行員だから外に出ないと、ご飯は歩いていけるんじゃね、うん、ご飯行けますか。でも これ一周してくるのはちょっと今体力的にそれすらも厳しい。歩いていきますか。でもまあいいや、ちょっと歩く気力もあんまりないです。こんにちは、ロボさん。お、こんにちは。これも使っていいとこなのかな。これは、ロボさんとキャッチボールしたいな。標高が今1000、違う、1000ない。870m ぐらい。自転車はそうですね、私だけみたいです。50キロ。周 1.2キロ、短いな。このキャッチボール、私は今頭があまり回らなくなってます。とりあえず向こうの建物の中でも見てみるか。あの、なんとかそうの、キャンプ場、あ、そうですか。出会いは今回ないですね、今回に限り。新配達、はあ、体がえらい疲れてる。これは食事とかやってるとこじゃないかな。そこにボート申し込み書にやたら人がいるんで行きづらいんですけど。すごい距離のサンダルが濡れた。
ました。知らないでじゃあ、転ぶよ。お疲れ様でした。ないです、ないです。飲み物とかだけ売ってるんですね。滝台がある。大阪さんどうなったんだろう。うどんぐらい売ってますね。うどん、味噌でん、ラーメン売ってる。ガーグラ。食事は一応できましたね、ここでも。とろろご飯、もつ煮定食。うん。もつ。お風呂で行けば物みたいに言うのか。そしてガクンとですかね。でも自転車乗ってる分にはあんまり体力なくてもいけそうな気がしますけどね。バンガロー、いいよ。バンガロー。まあ一旦下るか。古いやつほど新しいものが好きなものです。筋肉は70歳まで鍛えることができるらしいです。引きこもりが説教されてるな。学生時代は部活してないの？学生時代部活はですね、パソコンみたいなところだけやってました。入ってました。ロボさんは平日すごい車輪が埋まってる。平日ですか？7時ぐらい。我が家にはまだ嫁に行ってない3歳の猫がいます。埋まっとる。いつからここにあるんだろう、この自転車。ATB ですね。猫。物理部、よく覚えてるな。そうそう、物理部ってどこに、高校大学は物理、高校が物理、まあどっちも物理部か。なぜか物理部はパソコンやってるんですよ。ビルダー的な人いますよね。化け学部から聞いたことあるけど、物理部とか、物理部。自転車デビューは何歳の時ですか？自転車デビューは、99年だから、99、30歳前ぐらいか、ぐらいに自転車デビューでした。物理科学部。相対性理論って何？相対性理論は、相対性理論は、相対性理論一言で何かって言われると、世の中をうまく説明したものかな。そこそこうまく説明したもの。でも完璧じゃなかったらしい。この世の仕組みをうまく説明したものです。なんか詳しそう。詳しそう。今の説明で。ひも理論はアインシュタイン。ひも理論もなかなかうまく説明した。相対性理論は円弧なんです。円弧、円弧。エネルギーと物質が等価ってんだっけ。E イコール MC 乗ですね。天気がいい日は相対する。いいこれ MC 事情ですね。反物質は、反物質は、汎用子とか、それは実験で確かめられてるんじゃないんでしたっけ？反物質は。反物質とか、汎用子とか、なんかそのレベルですよね。ブラックホールは、ブラックホールがあると思われる場所の周りの光が歪んで見えたから、計算通りの歪み方してたので。道路こっちか。後悔、いや、それは特にないですね。1ニュートンどうだっけ。体力は、いや、昨日寝不足だかなんだか、久しぶりだったかなんだかでやらく疲れてしまって、その疲れを今日も引きずってます。アボガドロ定数は 2.3。 いや、覚えてないです、すみません。無線LANはないと思います。ADSL とか光回線とか来てないんじゃないかな。普通こういうところはフォーマーだけなんで。すいません、ちょっと今質問に答えきれない。
心技体。おとれても自転車だと思います。おならの何それ、マイコン。うん、ブラックホール何個だっけ、石丸も忘れた。化けが聞けるのは全然覚えてないな。お、なかなかいい感じにされてますね。宇宙の話好きですか。宇宙の話はあんまり詳しくないですね。でも SF とかで、あの宇宙物の SF は結構好きです。あのスペースオペラ系よりもそのなんか作家でいうとグレッグ・イーガンとかが好きかな。あとはあの SF なんて言ったかな、そうだ、タウゼロっていう、タウゼロっていう SF があって、円周率は3です。タウゼロっていうのはあのスピードをどんどん上げていかないと生き残れない状態になった宇宙船が、あのどんどんスピード上げていって、スイングバイ、あの惑星の運動の運動量からちょっともらって速度上げるやつですね。女性リスナーは 1% ぐらいいたと思います。なんだっけ、そうで、タウゼロは最後はですね、宇宙の終わりを見てしまって、宇宙の終わりに巻き込まれないために、その宇宙の終わりのなんか塊の状態をからなんとか離れてる状態、周りをぐるぐる回ってる状態で回避して、で新しい宇宙が生まれたところにまた入るっていう、最後はえらい荒唐無稽な内容でしたけどね。でもあのタウゼロっていう小説は結構好きです。女性はパワーストーンとかが好きです。パワーストーン、違う宇宙というか、今の宇宙が終わって次の宇宙が始まったところで、なんか好きな惑星を、好きな星を選んで、そこになんか植民しに行ったっていうエンドでしたね。いや、ネタバレしてしまった。ネタバレ、今のなし。ネタバレ禁止だろうから今のなし。確かロボさんリスナーの年代は上の方でしたよね。年代3、40代以上でもう8割、9割占めてます。ニコ生の基準からするとものすごい高、あの高、今高学歴って言いそうになったな。高齢化放送、水晶振動、クオーツ。じゃあここから下りますけど、また電波悪くなります。なのでもうあの繋がるところまで一気に下りますんで。ロボさんの名前を星につけていいですか。星につけて、いや構わないですけど、私の大学の時のあなたにあるロボ。じゃあ下ります。250は私は10桁までいかないな、覚えてないな。 3.141592 7桁か。言葉がすみません。医学に詳しいロボさんって不思議じゃない。医学に詳しくね。ロボってあだ名はモモっていうあだ名をつけられそうになって、それならロボの方がいいって言ったんでロボになりました。特にあのそれ以上の根拠はないんです。まあ、2文字だから言いやすいし。ももはあのなんだっけ、伝言のためにあの講義中に紙を回した時に桃色の紙だったんで、それを私がなんか途中中継してしただけなのに、吉川君は桃色が好きなのか、じゃあ桃だなとか言われて。怒らないで。ん？ああ、ミハイレンド桃ですね。吉川君、人気桃か。人気桃。キャラがいる。あのなんだっけ、最近は釣り広告で知ってるんですけど、桃なんだっけ、桃か、桃への手紙、桃からの手紙なんだっけ、あのジブリ的なやつ、ジブリックなやつ。個人情報、本名は今んとこ、特に。あだ名どうでもいいとこから来ますよね。ん、エモン、よっと。あれ、まだ大丈夫ですかね、電波。
大化の改新モモビデオ、そうなの、桃色ビデオ、桃色ビデオ、いわゆるピンクビデオ、あった、あれ、じゃあさっき繋がってなかったのは規制かなんか、小学校桃色通信、いかにもの名前だな、あるかどうか知らないですけど、645年だろ、桃色通信、うん、身延線、そうです、反対側に下って身延線に出て、っていうか戻ってもいいんだけど、ね、ん、桃色、何何、やった、あそこに集落あるのは通ってきたとこかな、ほうとうは昨日食べました、もんも絵の手紙ですよね、やっぱり。ベイベイ、コメコメか。一回落ちてみて。落ちてみて。ちょっと取り返しがつかなくなるな。ほうとう息子、あのほうとうのほうとうってどういう字書くんですかね。食い物の方のほうとうは。さあ。座れ、そんな混みますかね。うん、ウグイスはさっきから泣いてます、泣いてます、ほう、わらびとり、この人悪い人、腹いっぱいで、わらびとり、腹いっぱいで、うん、あとやっぱり全身疲れてる感じで、身延線は燃えるよな、身延線って1時間に1本くらい、1時間に、どうだったっけ、結構頻繁に走ってたようなイメージが、女子アナには、ああ、まあ特にアナウンサーに限らず、女子に興味がないわけではないです、アナウンサーだからどうこうっていうのはないな、ああ楽だ、50キロくらい、穴は好きなの、ん、50キロ、何が速い、なんだ、やっぱり電波あるのか、50キロ、あ、時速ですか、いや、そんなに出てないと思います、多分、コーダシャーミン、名前知ってるけどどういう人か知らないな、まだ動いてますか、逆走して走ってくるやつにはパンチ、あと12分で終わり、ん、あと12分、あ、そうか、6時間枠ですね、どうするかな、早めに終わらせて次枠をまた予約枠で取るか、取るか、取るかな、田原俊彦です、では田原俊彦、やった、ダメか、安藤がいい、安藤、さすがにやっぱ電波ないか、てかさっきのとこまでつな、あの、来てたらしいのがちょっと不思議でした、登るときのあの状況を考えたら同じだと思ったんだけどな、次の予約枠の準備を、予約枠、そうですね、10分前くらいか、そうしてください、同時に予約できるんですか、じゃあ今やっとくかな、交番のパンチ、今パンチって言ったのは、まあ、いや、またわけのから元ネタ言うこともないな、パンチという3文字だけの元ネタですけどね、ここから回復枠だろ、あの、生意気な女にはパンチ、生意気な子供にもパンチ、怖そうなやつには土下座だぜベイベイっていう映像作品のネタが元ネタです今のは、じゃあ、ちょっと枠をこのまま撮ってみますね、放送しながら、あ、って言ってないのかな今、
遅い。カーブで突然対向車現れたとき怖くない？カーブで、そうですね。だから、できるだけカーブミラー見るようにしてます。うわ、遅い。全然、予約ページが開けない。予約っていうか、生放送マイページが。場所が悪いかな。ちょっともうちょっと移動してみます。やばいな、これじゃ枠取れない。ん？出そうで怖い。バイク、一人ですか？一人です。という、この声は言ってるんでしょうか。 FMLE だと電波悪いともう本当に声もいかない。あ、そっか、この辺ちょっとの、あ、細かくアップダウンしてたな。涼しい、結構涼しいです。日陰だと、日なたにじっとしてると暑いんですけどね。交通量、さっき車は結構上いましたけど、みんな昼間ずっとあそこにいて夕方帰ってくるんですかね。さて、こっちじゃ、ここだと、ここだとどうだろう。あ、待て、全然行ってない。3時まで、というか枠が取れない。ページが表示されません。上り速度これだから全然いってないですね。一旦じゃあちょっとFMLE 止めて。タッチの犬？あれ、これどこの映像が出てるんだ？あれ？生意気なわらわら。神々です。今これで通常発信にしたんで声は言ってるんじゃないかと思います。 で、枠取ろうと思って生放送のページが開けないんですよ。通信速度が遅いだけなのかな。まずいな、間に合わない。そこら辺にベンチあったら寝たいな。あれ、ベンチ、待てよ。こっから先どっかで昼寝する間だけ30分間この枠の隙間作るという、もしかしたら1時間というのもいいな。あれ、表示されない、本当にエラーになる。これですよね。なんでニコのページ繋がらないんだ。人にパンチは覚えてる限りはないです。そこらにベンツあったら寝た方がいいですよ。ベンツ、ダメだ、繋がらない。ちょっとやばい、次枠も取れない、これじゃ。寝てもちょっと一旦放送中断して寝るという手もありますね。それでもいいね。で、寝てまた30分か、もしかしたら4時ぐらいになるかもしれないけど、ただ寝る場所を確かこっち登ってくる途中にはなかったんで、まず寝る場所探しから行かなきゃいけない。車に。昼寝どっかでしときたいな。そしたら結構楽になると思う。でも昼寝できそうな場所がなかったんですよ。しびれ湖で昼寝してきた方が良かったかもしれない。枯れ草を、前こういう枯れ草が重なっている墓地で昼寝したことあります。特にその後霊障とかなかったです。それか気づいてないか。おやすみ。ちょっと待ってください、まだ。さっきの集落電波あったね。集落、うわ、こっから見たらすごいな。2時間くらい、そう、なんかかなり寝てしまいそうな感じもします。こっから見るとあそこの集落すごいな。少し休みましょうか。少し、予約枠で
予約を、次はこちらちょっと30分枠は休んで、どっかで昼寝場所を探してできたら昼寝しようと思います。じゃあこの枠は一旦これで、次枠は多分昼寝から昼寝できたらその後で。あそこ通ってきたとこだったっけ。よいしょ。うん、予約はそうです、6時間が上限です。考えてみたら6時間で切ったってすぐにまた始められるんだから、あんまり意味ないような気もしますけどね。予約枠スタートの100円ってそんなに効くのかな、運営売上的に。いや効くか。夜はその何千番組が同時にやってるわけだから、そのうちのまあ10分の1が予約枠でやるとしたら3、あ、いや同時3000といってもあれか、みんなが延長してるわけでもないんだ。あと4分、3分ちょいか。残り3分くらいです。興味のある方は、お、こんなとこ通ったっけ。まあ、そっか、それかもう身延線の駅まで、混み始める前に下ってしまうっていうのもありますね。夕方の方が混むだろうから。あ、この辺りは杖付き峠の上りみたいだ。今更だけど、ダメですかね。今声言ったかな。もう昼寝せずに身延線の駅まで下って早いうちに臨行した方がいいような気もしてきました。お、声も言ってないですかね。通常配信だから声は言ってる可能性が高いですが、これ登るとき見たのよく覚えてるな。ダメですか。ん、あ、とりあえずじゃあお疲れ様です。次枠取ってる最中か。いや、取れてないです。あ、次枠だ、電波なくなったな。あと20秒と、いあ、つまたねー、わら、おつおつ、続きは次枠で、トリム、おつおつ、おつでした。で、さあ、まあ、です、とりあえずおつでした。またね、とりあえずお疲れ様です。おつした。あ、おつ、おつ、配信が終了しました。じゃあ一旦これ温存でき。ログアウトしました。再接続を開始します。録音をストップし、できるか。
方向に、あ、最後にタイムラプスが出て、ゴーグルに直結。これでよし。3時か。どうするかな。あ、もう分岐か。下るとあっという間だな。こっから南に行くと結構遠回りだな。北道戻るかな。特にこっち側に何か見るものがある当てはないので、北道戻ることにします。ツイッターで書いとくか。よく見たら峠が一つあるのか途中に。待てよ、でもやっぱ行ったことない道も行きたいな。大体二人と誰が見逃せんか。やっぱ行ったことのない景色撮りたい。すいません、やっぱり予定通りの方に行きます。なんて優柔不断な。
うん、おやっぱそこの集落すごい。ってことあれは富士川で身延線沿いか。うん、あれ全然まだ下ってない。この分岐は左の方か。よかった、右じゃなくて下部方面。ここから下りか。
砂利道注意よっと、よいしょ。お、滑るかの座席が案外みたいだ。乗り切り、個人名が書いてある。ちょっとここモザイクかけなきゃダメですね。でも世帯数が2、30ってところか。乗り切りブラックって表現してますね。どうしても私はなんだっけ、差別教育のせいでブラックという言葉に抵抗を感じてしまう。もともとそういうなんか差別的な意味はないらしいんですけどね。あの鳥は道沿いに逃げるな。まだ泥沿いを先行してる。あの尻尾をピッピッピッって振るやつ。お、身延町に入った。
風がすごい。クワだ、クワ。いいなあ。向かい風が。
やっぱ寒くない時期はダウンヒル最高だな。とても気持ちいい。こんな集落の中に通行止めゲートが。やっぱ眠い。かなり眠い。これ中洲に家があるのか。この橋が落ちると家に入れなくなる。中洲というか、崖の先に出っ張った なんていう地形なのかな、あれは。降りてこないか。どっち？右側の方か。
こんなところに寿司屋さんが。あ、スーパーがあるんだ。置いてある本がサンデーとマガジンの2種類のみ。結構棚はあるな。あ、こっちにも。あった。町の駅。え、町の駅のどれなの？ああ。無断での使用があって、これ橋の使用が許可がいるのか。施設設備を利用したい方は、あ、この先のあのグラウンドのことか。車完全に入れないようになってますね。で、町の駅がどこなのかわからない。昼寝できそうだな、これ。あれ、傘の忘れ本かな。ちょっとだけ横になっていこうかな。やっぱり傘だ。それじゃあ自転車こっち置いて、こうして、で、ヘルメットここに置いて、あ、そこまず、剣枕で、じゃあちょっと昼寝します。
じゃあとりあえず次の、身延線の列車が今4時近くで、近くの甲斐岩間って駅出るのが16時42分だから、まあゆっくり行ってちょうどいいぐらいかな。あれ、つきっぱなしになってた。じゃあ音声切り替え。そうしながら行こうかな。一般枠で。再接続に成功しました。昼寝して、で、ました。よし、おはようございます。おはようございます。この町なんて言ったっけ。起きました。なんて素敵な放送なんでしょう。まだ始まったばっかり。ですね、ここで昼寝してました。もう臨行すること前提で、混む前に早く下ってしまうかと思ったんですけど、やっぱりどんどん眠くなってきたんで、おはようございます。で、このなんていうとこか知らない町で、そこ今小学校かな、知らない町でこのベンチで昼寝してました。ちなみにこのショッキングピンクの傘は忘れ物らしいんですけどね。すがすがしい夕方ですね。で、近くの甲斐岩間駅っていうところの時刻表を調べると、16時40何分の列車があります。普通列車、それに乗っていけるかどうか。ここって身延線ってですね、特急富士川っていうのと鈍行が1本ずつ交互に走ってるような感じです。さっき15時台には特急が走ってて、16時台の次が普通列車で、その次1時間後の17時台また特急らしいです。で、特急の指定席の空きを見たら、甲府乗り換えですね。甲府に夕方6時ぐらいに着く予定なんで、あ、お疲れ様です。6時前かな。だから甲府で昼飯食って行ってもいいし、あ、昼飯、夕飯か。パピー、あ、パピーさんってことか。いらっしゃいませ。で、やっぱ今ここ出せないですね。上りはですかね。あ、いらっしゃいませ。ここはですね、船戸中学校って書いてあるな。久しいの国、那覇の名に土の土、船戸でいいのかな。商店とかもいくつかあって、割とその店がある町まで降りてきた感じです。素晴らしい昼寝スポットだ。そう、ここはですね、風がずっと吹いてるんですけど、あ、だいぶリフレッシュしました。金銭に触れる風景だな。ここですか。富士に行くんじゃないの。ちょっと曇ってますね。富士、あ、いや、逆方向、富士ではなくて、甲府の方に行きます。富士の方に下ってしまうと、もう新幹線とかいうレベルですよね。まあ、新横浜まで特急で帰れるっていうのはあるけど、特急じゃない、新幹線で。おっと、危ない、また開けっぱなしで走るところだった。
よっと。今日は本当になんか空気がこんだけ風が吹いてても生暖かくて気持ちいいレベルです。普通こんだけ風吹いてたら昼寝しやりづらいんですけどね。とても気持ちよかった。そう、あの北に向かってまた戻ろうかとも思ったんですけどね、すごい生暖かいです。何今日のこの暖かさというか暑さ。東海、あーあれか、どこの東京駅か。お布団、あーいいなあ。こっちが中学校か、そっちにあるのが多分小学校だと思う。クナドでいいのかな、本当に読みは。あ、これです、クナド。高速バス、そこそこありますね、本数。急行、急行、東海が急行だったんでしたっけ。何かが確か廃止になったんですよね。あ、この間合ってますかね。ありがとうございます。で、一番近い久名戸駅はすぐ近くなんですよ。でも海岩間駅で前行ったことあるからそこまで戻ろうかなと。放射能、放射能のネタまだ引っ張ってるのか。最近ニュースではそんなになんか出てこなくなってませんかね。まだ出てきてるかな。とりあえず一駅先の甲斐岩間まで北上して、そこからもう輪行してしまおうと思います。で、確か甲斐岩間駅は昔イノシシ見たとこだと思う。駅前でイノシシが闊歩してた。軽トラってあれのことですか。本当はこれ甲府まで走って戻る予定だったんですけどね、予定ルート上は。とてもそんな元気がない。何今日のこの疲れようは。で、体もともかく頭も眠かったんで、放送上のテンションはかなり低かったと思います。三重県、まあ、あとは実際に癌になるレベルかどうかってとこですね。ガーミンさんは便利ですか。ガーミンさんはまあ本当に信頼性はバッチリですね。 iPhone の GPS はなぜかたまに変な動きするんですけど。疲れ、ガーミンは、なんか疲れてます。今日は昨日から日差しが強いと小指のせいだったらえらいことだな。日差し急に暑くなると本当に体力奪われますね。夏だと最初から、あの夏にツーリングに行くときっていうのは別にそんな問題にならないと思うんですけど、暑くなったときっていうのはダメージありますね。で、さっき昼寝してるときにも鉄道の列車の音が聞こえてたんで、あそこですね、線路は。そう、あの身延線までどのぐらい近づいてたかと分かってなかったんですけど、ありがとうございます。昼寝してたら列車の音が聞こえたんで、もうすぐ近くだっていうのが分かりました。ですよ。そのどういうつもりかっていうのも関係するのかな、本当に。その寒さに対寒さ的な対策していくと、逆に暑くなると耐えられないのかな。実は、でもゼロって世の中に多分ないですよね、完全にゼロは。で、船戸駅が多分この前後のどっかそこいらへん。甲斐岩間が北上するんだけど、単純にこの道沿いに行きゃいいのかな。風切り音がひどいな。風切り音、なんか西風なんですよ今。なんかスズランみたいな。昨日足川村で見た、もっと足川村で見たスズラン街灯みたいな、よく似てる。体内にも、つまり人間もいっちゃダメってことですね。家ですか。住みたいかと言われると、この辺り走るにはいいですけどね、輪行がやりづらくなるな。他の地域に行きづらくなる。
全国に移動するんだったらやっぱ東京が一番いいんですね。確か飛行機の値段的に言ったら、福岡から那覇よりも東京から那覇の方が、羽田から那覇の方が安いんじゃなかったっけ、違ったかな。そういたい、うん、若い女性が多く、若い女性が住むっていうのは、そういう状態が定常的になっている街っていうのがあったらすごいですね。つまり、いや、若い女性しか生まれない。住みたいところ難しい、絞るの難しいです。これが船戸駅、あれどっち、んこっちは印鑑彫刻って書いてあるから、こっちか、こっちが船戸駅。この建物はトイレ、あった、船戸駅前公衆便所。ロボさんは定住しないで走り続けます。走り続けます。でも確かに、あの国立とか女の子多そうなイメージ、うん、国立、あ、国立か TKJ、 ここが船戸ステーション。やっぱり待合室だけな感じですね。じゃあもう一駅行くかそこで初めて GoPro で輪行の様子を、あのパッキングの様子を撮影して乗って帰る感じ。万一あの普通列車が混んでたら1時間40分かな、40分、40、50分待って、特急かな。泣いてますね。うん、置いておきました。ちょっとじゃあトイレ行ってきます。と、うん、遊牧に、なんだっけ、ノマドって言うんでしたっけ、ノマド。通勤で、そうですね、いや、そうですね、知らないけど。手洗いました。あの蛇口の根っこがですね、ひん曲がってて、これ水出るのかと思ったら出てびっくりしました。じゃあもう一駅北上します。本当にこれ線路沿いは 道なりでいいのかな。中町、市川三里町。船戸でも1時間に1本鈍行あるね。1時間に1本、あれ1時間に1本鈍行がありますか。あれそうですか。あれこれどうなってんだ。ダメだ、 iPhone で見た方がいいな。末吉。末吉。空気がもう少し澄んでたらよかったね。澄んでたら、うん、そうですね。うん、道なりですぐ会話前駅ですね。女子の夜中ポタ、なぜわざわざ夜中に。まあ大丈夫は大丈夫かなと思いますね。16時40、あれ意外と時間ないな。うん、16時、今12分ですよね。16時42分、あと30分。10分か15分ぐらいで行かなきゃいかんな。大丈夫でしょ、夜中は
大丈夫ですかね。うん、11時台は確か鈍行なかったような。よし、夜中が一番時間があるもので、夜中が、うん、1時間に1本に出会う。まあ別に襲われるとかそういうのはないと思いますけどね。自動延長、あ、これ一般枠です。さっきスタートしたの何分でしたって。だから一般枠2つぐらいでもう輪行して帰るって感じです。押してください。ホイール買う理由か、私はもうリムが削れてしまって、あの私のリムを見る人見る人なんかみんな吹き出すっていう状態だったんで。あと16分、あ、放送ですね、ありがとうございます。意外と時間ないな。笑い者、そう、本当に笑い者にされてました。マジっすかって感じで。まだもうすぐ駅から臨行します。ひょうたん、うん、今日帰ります。明日は休養と、あと休養ってあの休む方の休養と、ん、ウイグルさんで、あ、そうそう、ウイグルで探したんですよ最初は。でもあの、いや、そうそう、刺せるようになったら寝ました。15分ぐらい。あ、やっぱりこれ6号インカのあの駅だ。うん、いいところ。そう、小石が挟まるのはなんとかなんないんですかね。何キロ、今日は 4,50 キロじゃないのかな。なんか上りの間めちゃくちゃ時間かかって、会話前期のあるのが6号町かな。ん、島田さんが鳴島で買ってよ。鳴島で、ああ、切符売ってるかな。会話前期は確か友人駅だったと思います。多分そうだったと思う。うん、風切り音、あの今風が結構強くて、やっぱり風防は前使ってたあのガーゼとかの風防に比べると純正のやつはそこまで高性能じゃないのか。うん、ちゃんと今あのモフモフがかぶさってるし、あのアフロっぽいやつが。島野さんは軽いけど合成低くて進まないですよね。合成、おはようございます。よく昼寝しました。おなんかできるみたいですね。なんだろうこれ、あのなんていうか、ね、根元のとかどういう意味があるんでしょうか。あのナマズの口みたいになってるあれは、これ上道が通るってことですよね。向こうは上の方がなんかできてきてるけど、こっちはまだ山のままだ。新幹線なんですかね。ナマズの口、中部横断自動車道だそうです。あ、私も一瞬リニアかなと思ったんですけど、まだ決まってないですよね、あれ。中央新幹線のルートって土台だけ作るのな、笑。中部横断自動車道だそうです。高速道路か。そうですね、高速道路。ただのモニュメントです。モニュメントだとしたら味も素気もないですね。いや、お湯から温泉か。東名と中央道をつなぐ道路だな。東名と中央道、土砂崩れで走りがやられないようにあんな形にしてるんだろうか。土砂崩れ、あ、さっきの根元のところですか。また5年ぐらいかかりそうだな。北陸、あ、ありましたね、北陸新幹線前作りかけのところを見ました。どこまで行ってるんだったっけ今、北陸方向の新幹線は。そうそう、北陸行った時見ました。リニアはもう本当に実現するみたいですね。多分生きてるうちに乗れるんじゃないかな。小田急線、今やってないですか。磁石で中に、まあまあそうかな。
JR さん。バンコクでリニア乗りました。東京大阪が1時間になるらしいです。竹の子1皿500円3歳。磁力。うん。ライチョウが、あ、北陸の方のあの白い特急ですかね。駅はどっちだ？駅は。コスモ星丸。あ、おなもみじゃないですか。こんな風に生えてる。あんまり最近見ないもんな、これ。最近くさび型のやつばっかり見るんですけど、久々に見た。いて。このひつき虫、結構この指の下にくっつけてどんだけだよ。プロで、そう、ひつき虫、通称ひつき虫。ちょっと地図見ます。消去完了。これ子供の頃虫だと思ってた。虫。マジックテープ。そうか、なるほど。手柄木。そうですね。まだまっすぐか。この土手の向こうが藤川ですね。海まで、まあ大体どの川も海まで行ってるか。ん？何が3本？あと5分。あ、コンビニもある。コンビニもありますね。コンビニ見たのはどこ以来だ。あそこのファミマ以来かな。あの道の駅の前のセブンイレブン。セブンイレブンがない県がいくつかありましたよね。沖縄は今セブンあるんだったっけ。あ、確か鹿児島とかあの辺りまでセブンが来てるの来てないのって話でしたよね。確か去年末のツーリングした時にコメントで教えてもらいましたが。弁当買って以来だね。弁当ですよね。北陸も2年前までなかったらしい。鯉のぼり結構あちこちで、あの集落とかでも見ました。鹿児島セブン、なんか私は見たような。あと鹿児島のコンビニといったら、あれなんて言ったっけな、お前忘れた。歩道、これですか。ローソン。もうちょっと新しい舗装。あ、追い風だ今。全く風がなく感じる。舗装道路最高。舗装道路いいですよね。砂利車した後は全く本当にそう思います。まさにそう思います。コメリもある。自転車が歩道を走っていいのは幅3メートル以上の歩道だけ。3メートル以上。こういうところはじゃあ他の入っちゃ走っちゃダメなのか。あの、いいって書いてあるところで3メートル未満のところ結構あるように思いますけどね。あるかな。いや、ないかな。市街地。山梨銀行、あ、山梨銀行か、あれは山梨中央銀行か。観光の街だから。なるほど。あそこが印象資料館って書いてありますね。でかい。これ本当に押したのかな。押したっぽいですね、どうも。どこに押した。確かに、確かに。なんかベニヤ板っぽく見えるけどな、表面は。でもこれ思うんですけど、あの、この平たいところ、あの削って平たいところは、
掘って平たくしたんじゃなくて、この文字部分だけの板を作った後に貼り付けたんじゃないですかね。なんて書いてあるの？読めません。なんて読むんだこれ。町名とか？市川三号違うな。これ最後の山ですよね多分。なんかこれは動くっていう字に見える。つまり風林火山だ。いや動くって字入ってないか。とかやってる場合じゃない。駅どっちだ。あ、この先右。乗り遅れますね。お尻の人、ああ、ハンコ。イベントは通り過ぎれないからしゃあない。イベントはそうですね。雨屋さん、焼きビーフ&豚ミニ豚バラ丼630円安い。じゃあ駅行きましょうか。あと6分。6分。ああ枠が了解です。いや、まあでも次は1時間もなくて確か40分後に特急、まあでも特急か、特急だと料金かかるからな。あ、ですね、マークありがとうございます。これが海岩前駅。あー覚えてる通りだ。あの私は前この北の方、北側の方から南下してきて、でこういう構図で、あ、そうそう、向こうにあのファッションプラザっちのがあった。そうそう、であのこの道をですね、まあイノシシが歩いてたんですよ。で地元の人もなんか引いた感じで見てました。多分この辺りも珍しいんだと思います。パッキングは40何分だっけ。もう20分切ってますよね。僕はよし、じゃあどこにカメラ置いとこうかな。こっちだからこっち向けておくか。イノシシなら神戸にたくさんおるよ。神戸に、台はないからこうしてここにカメラ置いて、で私はコメントを手元で iPhone で見るようにしながらやればいいんだ。よし、ちょっと私の声入んなくなりますけどね。こうしてちょっとチューリップがこれでいいかな。ここから銀行でパッキングしますって聞こえてるかな。私の声これからちょっと入んなくなります。iPhone で、iPhone の、はい、向こうなんだっけ、向こう、あれどこ行った前習いした、どこ行った、あれどこ行った、向こう、向こう、はい、残り3分くらいです。いくらはぎ、あ、そうか、これで見たら私のこれ放送が終わるんだ。どうすればいいんだっけ、どうすればいいんだっけ。ダミーアカウント作っときゃよかった。結構バッテリー持つんだな。こうなったらあれだな、自宅の画面を、自宅で多分コメントロガーが勝手に開いてると思うんで、それを見ながら、パトカー発見、自転車で峠のこれだ。おまわりさん、こっちです。なんか難しいことやってる。これでよし。あ、しまった。ゲームが動き出す。神なってロボさんの血衰退。GoPro の録画が終わってた。しまった。今日は振り返りある？今日は振り返りは、今日はちょっと厳しいかも、寝てしまいそうなんで。しまった、 GoPro の SD カード終わってた。あれ16時、そうか、もう30分ぐらい前に終わってんだ。GoPro、あらら、
しまったしまった、ちょっとこれを交換してから、よっと今皆さんの頭上に、あの GoPro があります。いつの間にやるフルって書いてあった。30分ぐらい前に確か終わってる。パッキングです。だけどここまでのさっきのでかいハンコとかも映ってない。戻ろうよ戻らない。これでスタート。じゃあちょっと映像と音を合わせるためにこれです。32GB、7時間ぐらい。あ、もう終わるんだ。じゃあ次は撮りますね。よいしょ。老人ですか。初老です。じゃあお疲れ様です。次は撮。お疲れ様です。でもこれこっち側から映してもよくわかんないよな。あ、向こう側に映した方がいいかな。ちょっと車の邪魔になるかもしれないけど、緊急って。やばいな、あんまり時間ないな。やっぱあんま時間がない。お、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。傾くな、どうしても。よく考えたら時間ないんで急いでやります。時間やばいかも。
まあまあいいですよ。ダサい、かっこよさ求めてないから特に大丈夫。ここで輪行ですか？ここで輪行です。大体浜松町駅付近に出発いたします。これだったら急がず次も輪を待つ。間に合うのか？まあ特急があるさ。加速。ロボさんに声聞こえてるからディスらないであげて。感謝したくなるな、わら。ホイール変えました。華麗な動き。今日は余裕だな。全部で何キロ？全部で荷物入れたら20キロを超えてますね。今日なら誰にも負けない自信が伺えます。花いっぱい、夢いっぱい、大学生のセミナー帰りのバスに乗ってもバレなそうな。高級チタンフレーム。ロボさん太ったな。結構太りましたよ。もう体重はそんな増えてないけど、腹が出てきた感じ。ツバメの声が素敵です。自転車抱えて重くないの？重いですけどね。今回さらに重くなった。現在地 URL は上の詳細にある。解体してる。和国で数日取り。パトカー緊急発進でカメラ分付けたら面白いのに。時短だから重くないでしょう。今日は急いで波かどりするのがロボさんなのである。荷物が量に多いですよね。今ここ動いてないだろう。わらわら。特には銀行の時に壊れそうだし、銀行の時に気遣いそうだし。カーボンは消耗品。よいしょ。あれ自立できてない。やっぱりスポーク痛い。この後立ち食いそば食えるかな。おっと危ねえ。あわ危なかった。 Z さんのも剥離したとこカーボン部分だよね。うまく自立できてない今日は。なんか音が聞こえてきた。あれ、日焼けした。
しょ。水かき部分。マイクが。もう帰ります。マイク。マイクが。こう。絡んだ。マイク絡んだ。これってお菓子ですか？ああ、そう、電車で食うための。よし。じゃあ、これで。なんかカンカンって言い始めた。あれ、どこ？だって、そうですね。あと2分だ。やばい。うわ、42分。あと1分ちょい。あ、やっぱり売り場ないんだ。あ、やばい。やばい。うわ、危ねえ。今のと渡れなかったらダメだったんじゃないですか、私は。危ねえ。うわ、危なかった。さて、ちょっとボリュームの音量下げるか。切符ないんですね、ここ。時間有人駅かな。危な。ちょっと今の危なかった、本当に。まあ、多分、終わって駆け込んでもいけると思うんですけどね。危なかった。iPhone 持ちました。大丈夫です。ここでどうだ？あれ、これ開かないのか？あれ、これに乗ります。あれ、前じゃないとダメなのか？整理券ですかね。ここに整理券がある。いつカゴに負けたの？今日。すいません。邪魔だぞ。すいません。しびれ子なかなか良かったです。桜がちょうど咲いてて、よいしょ。1箇所だと、そうですね。整理券みたいですね。こういうの小さくしてます、今。結構混んでますね。またギリギリですか。よいしょ。どんこで1時間ぐらい。じゃあこの枠終わるまで一応流しておきますか。指一つだったかな。